さんこんにちは、TV のお茶です。ブラックです。ということで今回はですね FIFA21 やっていこうかなと思います。ムバッペは言うてます。なんとね、俺の方がね FIFA21 ちょっと3時間ぐらいやったんですよ。でお前の方はほぼやってない。さすがに俺の方が3時間やってたら、いつもサッカーゲームやると俺が負けるんですけど、はい、3時間さすがに最初やってたら FIFA だってほとんどやったことないでしょ。やったことない。勝てるんじゃないかと。結構いろいろその FIFA21 やってきてなんか分かったことというか、はい、なんか面白いなと思ったことたくさんあるんで、はい、まあ、そこでもね紹介していこうと思うんですけど、ちょっと対戦して分からせに行きたいなと。これだからいろんなルールがあって、特殊ルールとかもできるんですよ。ボルタモードって言ってフットサルみたいな、すごいね、感じのやつができたりだとか、あのあとチャンピオンズリーグ仕様みたいなのとかもいろいろできると。ベストオブシリーズなんてちょっと見て、 BO3 とかなんかそういう3本選手とか5本勝負とか、めっちゃモードあった、そういうのがねあったりとかするっていうことで、まずまあクラシックマッチでね、やっぱ俺はねドイツブンデスリーガドルトムント、リバプール使おうか。リバプール行くか。リバプールの方がやっぱドルトムントよりチーム力はちょっと強いね、高めみたいな、うん、黄色と赤ということで、チーム管理いきましょう。チーム管理のところでチーム編成 と、はい、このフォーメーションってやつと戦術ってやつと役割指示とかいろいろ結構あって、他の FIFA の、ね、動画とかいろいろ見てきたんですけど、はい、フォーメーションだとねワントップとか使ってる人が多いのかなみたいな。そうなんだ。結構この形がなんか、俺じゃあやっぱり 3-4-2-1 でいくわ。じゃあ3バック、うん、すごいなお前。でね、ここで基本的なもっと細かい戦術、はい、守備のスタイルとか選ぶことができて、ね、リバプールだと最初からねボールロストした後にすぐプレスしに行くよ、そんな感じとか、チャンスのみプレスとか、バランスってタイプがあったり、リトリートってタイプがあったりするっていう、いろんなタイプあるんですけど、まあ俺バランスでいいかなと。俺もバランスいこう。ね、こことかで幅、横幅ですね、守備する時の幅を決めたりできるんで、まあ、これもそんなに広げなくていいのかな。俺は深さはディフェンスラインの高さですね、これが低いのか高いのかみたいな。でオフェンスもこういう同様ね、守備と同様バランスだったり、こうロングボールの戦術とかビルドアップ、ポゼッション、高速ビルドアップだって。ペナルティエリアの侵入をどうしますかみたいなのもあって、はい、なんだったら高めボンバって感じ。そしてコーナーキックどれぐらい置いときますかみたいなっていう感じでね、こういうバランスでやっていくと戦術。でこの役割はキャプテンとかね、あキッカーとかね、あとキッカーを決めるみたいな、はい、でこれですね、指示ね、この選手一人一人に指示を出せると。例えばフィルミノだったらこんな感じで、サポートランはどうしますかみたいな、例えば中央に留まってくださいとか、うん、あのワイドに開いてくださいみたいな、これアタッキングするときどうしますかみたいな。なるほどね。ターゲットランするのか、それともなんかフォルスナイン裏に抜けてほしいとかね、はいはい、いろいろあるよみたいな、まあ、裏に抜けるにしようかな。でこのインターセプトどうしますかみたいな、あ俺どうせなら南の使おうかな、日本人忖度。よしこれでいこう。ちょっと待って、匠は知らせたいから南野とフィルミーノディフェンスに戻る。よし行きましょう。レジェンド AI とか言って、レジェンドとかいろいろコンピューターの難しさとか選べるんだけど、なんか新しくコンペティタモードって言って、はいはいはい、なんかその世界のプロの人をなんか模したコムのやつがあるんだけど、それむちゃむちゃ強くて、あそう全部4-1とか5-1とかで、あそう全然勝てねえと思って、でも俺はそいつらにも生まれてるから、お前はボコボコにしてっていう気持ちがあった。逆にね、サンチョだ、サンチョ、ハーランド、ハーランド怖えな、注目選手、サンチョ、サラ頑張れ。いやーこいつドリブルすごそうだな。ドリブル絶対しやすいでしょ。 FIFA はなんか今作だとアジャイルドリブルだっけ、はい、新機能みたいなっていうのもあるらしくて、なんかドリブルがよりしやすいみたいな、そういうのもあるからね、ちょっとドリブル強い選手は怖いよ。握手してお互いね、いろいろキーグロのままね、この握手するのはちょっと嫌だけど、外してほしいね、キーグロ。いや、キーグロ外すのも嫌だ、ちょっと、あ、まあ、ちょっと、うん、追い逃がね、ポンペさあ、もう攻撃リアル客の人もね、南野で決めて、決めさせねえよ、決めてパフォして、よし、頑張る頑張る。なんかね、これ L2 で守備がなんか結構中腰みたいになってて、速くなるよみたいな、速くなるっていうか、なんかやりやすくなるみたいなのを動画で見ました。おお、サンチュやばい、ぬめってる。ちょっと待って、打つな。はい、ナイスキー。危ねえ。ふーって感じだよね。え、これキーパーでしょ。オッケー。ナイスキー。山頂。まずい。そう、おい、ちょっと待って、お前、動いて。おー、すごいすごい。お、お客とお客と。さあ行くぜ。あんまりやってないはずなんだけど。南野いいよ。鍵。
おお、これがサラっすよ。おお、なんか、いや来た。やばいやばい、ちょっと待って。ちょっと待って。え？ちょっと待って。いい？これ設定が、俺の方の設定が設定しないといけなかったわ。あららあらら。今まであれでやってたから、どうりでおかしいなと思って。あ、1コンでやってたんだ。そう、1コンでやってたから今まで。なるほどなるほど。おかしいなと思ったよ。これ自分のやりやすいように。なるほどね。設定をしてたんで買いましょう。いやだからか、あぶねえ。スキルムーブっていうのもねあるんですよ。まだちょっとね始めたばっかりなんで、そういうのはちょっとなかなか難しそうなんですけど。そうだね。クロッピー今チロッと言ったな。サンチュやべえわ。くー、結構ね。おお。あー、ヘンダーソンなめんな。あ、ヘンダーソンじゃない。おい、はい、めちゃめちゃイエロー、めちゃめちゃイエロー出して、黄色のチームに審判。来た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 。あっ、ああっ、なんだこんなの。手こみおー、じゃあファールでしょ。よし、いや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 、なんでだよ。いや強い手当たりがお前。おい、いや、やばい。あぶねー、あぶねー。おー、どうしたどうしたどうした。ちょっと今押しすぎて守備崩れる、守備崩れる。ちょっと誰この速い子誰だ、やめろ。わかる。オッケー、ナイス。え、おオッケー、不死身。ナイス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 。いや、いいし。え、何今、スキルムーブ使わないや。あー、くそ、今のマジ悔しいわ。いくねいくねいくね。結構基本ベタ引きなんだよなこれ多分俺の。お、舐めた。今なんか急に出た。ふう、来た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 。ちょっと待って、やべえやべえやばい。うわ、え、あみなみのみなみの、あぶねえ。やべえわ、リバプールでみなみのが持ってるって思うと震えちゃうわめずめずめずめ、今日メタビデから。ちょっと待って待って待って。おお、なんだお前、来いよ来いよ。あ、ちょっと、うざい。いや、うわー、ナイス。シュート4、8相手。いや、めっちゃ攻めてる。これね、最初のコントローラーの設定。いや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 、これで俺は割を食ってるから、ちょっと皆さん勘違いしないでほしいですね。ちょっと待って。いや、来た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 、兄さん。サンチュやべえな。オッケーオッケー。おお。ああ、うせぞ。いやー。ちょっとね、サンチュやばいわ。3点目いっちゃおうか。うまいお前、カーソルチェンジが難しいんだよね。うわ、マジか。おお、これいかないよ。3点差だけどね、取れねえ。おお、なんだお前、来いよ。えい、いや、さすがにないでしょ。取って、オッケー。あー、え、
3点分。気持ちいい。オッケー、来た、こいつすごい。いや、レッドでしょ。もうこいつやったよね。終わり終わり終わり。っていうかね、サンチョがすごいドリブルしやすかったよ、うん、なんか本当で、俺右スティック使ってたけど、コロコロうん、それだけで、あんなにいや結構ドリブルがなんか面白いね。そう、この他にもあのフットサルモード、ボルタモード、ボルタモードとかあったりだとかいろいろするんで、楽しみ方はねいろいろ。あと、ね、まあオンラインだとなんか UT ってモードがあったりだとか、はいはいはい、あとなんかプロクラブいろいろあったりとかするらしいんで、もうちょっと次回上手くなって、そうですね、やってみたいなと、はい、この動画のぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。スタジオさらばー。